点球とは、惑星や恒星がその上に張り付き運動すると考えられた地球を中心として取り巻く球体のこと。また、一天文学において地球から見える天体の方向を表すために無限円の距離にある仮想の球面上の点も点球と呼ぶ。プトレマイオスの台形に基づく点球。地球の周りに透明な物質でできた惑星と太陽の点球があり、恒星点の外側は、神と神の選民の住まいとされた。点球は長い間実体を持つものとして扱われた。トマス・ディッグズが16世紀に、コペルニクスの新しい体系を説明するために用いた、宇宙の図。ディッグズは、恒星点を取り除いて、無限の宇宙を想定したが、惑星は太陽をめぐる、入れ子状の点球に配置されている。前4世紀のアリストテレスの天動説を受け継いで、2世紀のプトレマイオスは、著書、アルマゲストにおいて、惑星や恒星がその上に存在するとする点球を導入した。当初、惑星の動きを説明するための純粋に、数学的なモデルであった。この点球の概念は、後に、プトレマイオス自身によってこの宇宙の成り立ちを表す実体的概念として扱われるようになった。この宇宙像では地球はこうした幾重もの水晶のような点球に取り囲まれているとされる。プトレマイオスの体系は惑星の複雑な実際の運動を説明するために終点円やエカント点のような工夫が必要とされ、この素朴な見方には危うさがつきまとってはいた。しかし基本的には、こうした実体としての点球を持つ宇宙像はその後のアラビアやヨーロッパへほぼそのまま受け継がれ17世紀まで遡上に載せられることはなかった。16世紀のコペルニクスの地動説においても宇宙は惑星が運動する入れ子になった球体と恒星の点球とに取り囲まれていた。むしろコペルニクスの体系はプトレマイオスの体系のうちの点球からの逸脱を少しでも減らし、太陽系に調和を取り戻そうとした試みであったと捉えられる。一方で、地球が公転するとしたにもかかわらず恒星の年収視差は観測にかからなかったため、コペルニクスの体系では、恒星点が惑星の点球よりも、はるかに大きなものと考える必要が生じた。コペルニクスの地動説の普及に努めたトマス・ディッグズは、恒星点を取り除き恒星が散らばる無限の宇宙を導入し、ガリレオは恒星点があまりに巨大だとして、自らの点球図に書き込まなかった。惑星の点球の概念を捨てねばならなくなったのは、1609年の新天文学において、ヨハネス・ケプラーが火星、そして他の惑星の軌道が楕円であることを示した時である。ケプラーは一方では、恒星点の存在は維持し宇宙は有限であると考えていたが、とりわけティコ・ブラーへの言った彗星の観測によって惑星の点球の考えは捨てねばならないことに気づいていた。この時惑星の動きが完全な図形としての玉を基準とすることはありえなくなり、点球を実体として保持し続けることはできなくなった。点球のないケプラーの太陽系像では、惑星は何の支えもない空間を彼の発見した精密な法則に従って動かねばならないという当時の考えでは驚くべき事態をもたらした。機械論的な近接作用のみで運動が説明されねばならないと考えたデカルトは、後のエーテルの概念につながる渦巻く流体を想定した。空間を超え、単純な数学に従って作用する重力を定式化したのは、神学的な信念から、このデカルトの機械論に反発したアイザック・ニュートンによってであった。暦の計算をする場合は、しばしば地球を中心として天体が動くという、天動説的な説明をした方が都合が良い。よって、地球から無限大の距離にある玉への射影を行い、天体はその上を動くものとした。この仮想的な玉も、点球と呼ばれる。黄道、天音の赤道、白道などは、点球上の楕円である。点球上の位置は、赤道座標系、または、黄道座標系によって示される。ありがとうございます。